前行ってくれる？センシティブだから。ちょっと今疲れねえ。今日何食べた？すみません。せーの、ケッキークマちゃんです。お願いします。今日は好きな爆食いしていきます。イエーイ、爆食いするのは彼女だけなんですけど。彼女？爆食いでもないよ。目がしか買ってないもん。なんだ？目が爆食いですからね、世間的に。ね、こんなの売ってたんです。絡めるし、絡める。うちら絡める。大丈夫なの？おかしいんだ。早く気づいてほしいんだけど。チェックイン。いただきます。なんか少なくね、かしらお前って。え、少ないよね。全然少なくねえから。お前さ、厚さ分かってないんだ。食べ始めるのもね、何だろう。狭い。ごめんね。でかいのね、お前って。そうだよ。何だよ。チョコザップ1個じゃ。本当に1個。そうだよね。うま。本当に気に食わない。なんか早食いなのが、うざいとかじゃない。気に入らない。うざいね、通り越してんだ。うん、何やってんのかなって。やりすぎだもん。メガ盛りでこれ。私が食べ始めるより先に食べ終わっちゃうんじゃないのって言ってるのね。もうちょっとゆっくり食べるね。うん、そしてマジで早食いって太るんだよ。存じ上げてると思うんだけど、あんたね、食べる量もそうだけど食べ方も結構問題あると思う。なるほどね。うん、消化が追いついてないの。いただきまーす。いっぱい噛んで30分拷問なんだ。30回は噛んでみて。まあ、私その噛んだことないんだけど、もうさ、今日は終盤なのね。話すこともないよね。今日という日の終盤だよね。そうそうそう、もう終わるの。今日は1日。もうすぐ今日が終わる。もうすぐ11時。じゃあもう12時でしょ。え、ほんと？うん。あ、ほんとだ。あと45分で12時。この家時計ないからさ、わかんないんだよね。パパ、してた方がいいじゃない。時計くれてありがとう。押し付けてごめんね。最初は迷惑だったけど、それに見えてやっぱ友達じゃん。受け入れてあげないとよくないなって思って。任せて。だから私ってなんで早食いなんだろうね。噛んでないからだよ。なんでそうなってしまったんだろう。お腹が空いてるからだよ。早く食べたい、早く食べたい、もっと食べたいって。そうじゃないかって、がっついてるって感じ。どっちかっていうと誰も取らないのに取れちゃうみたいな。そう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 、野生の勘が働きすぎちゃったんだ。野生のおばさんのこと人気はあるんだよね。まあまあ、めっちゃ久々に食った牛丼。牛丼いや、牛丼イコールさ、すき家みたいなとこだ。わかる？わかる。松屋でもない。すき家っていう代名詞。わかる？牛丼の代名詞。あ、すき家の代名詞。何言ってんだよ、牛丼食ったって言ったら、すき家だよねって。はいはいはい。牛丼食ったって言ったら、すき家行ったってみたいなさ、雰囲気。今なんで2回言った？かわいいから。松屋なんて私、片道屋さんやも行ったことなかったよ。うん、同じく。近くに行きました。大事なんだ。うん、私と一緒にいるからさ、そんな早くみたいな雰囲気出てるけどさ、別に普通に早いんだよ。12分しか経ってないのに。せかされちゃった。ないんだ。大丈夫？俺話してる。続編なんだ。続々で。おー、同じことを考えてた。ってことなのね。でもそう、そう言うとね、私もね、結構早食いなんじゃないかって思ってるし、あったの。教えてごらん。シンプルに弁当とか食うの。うん。高校の時が早食いだったのが良くないと思う。そう、みんな早食いだったもんね。うん。ぐんぬいてんだ、あんた。みんなと同じ時間でみんなよりもたくさん食べなきゃいけなかったから。そうそうそう、終わりは一緒なのよ、その時は。だから早食いざいとか言えなかったし、コバニーが食べるの早いねってなかったわけ。みんなと量が違うからね。気づかなかったから。うん、まだ抜け出せないんだ、あのループから。そうだよ、全国緊張水素薬部のループから抜け出せないのだし。あ、やばかった、うん、いつまでも。マジうまいね。これだけ買いに行きたいもん。そのレベルでうまいよね。うん、秋とかってさ、よくない？キャラメルとか芋とかさ、出てるじゃん。芋好きだよね、あんた。めっちゃ好き、芋女だから。芋じゃないから、もうちょっとないんだろ。そうだよ、やめろ。お前、秋の方が出てきたんだ。おかしいんだろうね。クソだったのにね。クソビスだったのにね。今の方が100億倍可愛いよ。今のが若く見えるよね。昔の方が年齢不詳。うん、どっちか分かんない。もうそういう感じが可愛いんでしょ、デブ戦って。何がそうさせてんだろうね。ウブな感じみたいな、清楚系みたいな、その、うん、一般的な感覚で言うと黒髪清楚系みたいな。じゃあ次ギャル系なんだ。今ギャルだよ。ギャルより夢可愛いみたいな。シナコンちゃん。ごめん、やばいね。やっぱそれいいよ。シナコンちゃんって多分さ、男からはモテないと思う。まあ、男受けっていうよりかは同世代とか、はいはいはい、若い女の子たちの憧れ、可愛いって感じ、うん、女の子の憧れを詰めた感じ、うん、キルッて。じゃあ違うんだってなってからたまたちょっと違うんだけど、だからこうゲテモノ感あるね。もうおかしいのね。ラストチョイスが間違えちゃったんだ。まあでもなんかね、わかるよ。そうそう、性的な目で見るポイントが少ない。でもエロい体探してって言われてよ。巨乳ギャルみたいな。あ、巨乳しなこっちゃってことじゃん。しなこっちゃが貧乳みたいなさ。違う。
さ、シナコンチャが水着とか着ててもエロって思うの、あー可愛いってなる。はい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 、はい、いい意味でも男受けっていう意味では悪いかもしれないけど、うん、でもあんたはなるんでしょ。でも本当にすっごいいい体してるねって言われるのね、デブ専門業界。うん、でこれ多分悪口なんだけど普通の人からしたらね、うん、なんでいい体してるのって聞くと、うん、全部が太いって私ってもうほんと3歳4歳ぐらいから太ってるからエリートデブなわけ。デブ歴長いわけ、もう20年ぐらいだもんね。痩せてたことないんだよ。痩せてたことないの。体も超優秀なの。優秀おだし